もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。わかった。俺も今そっちに行く。ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり教令会のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。じゃねえか。くそ、どこの部屋に行ったか探そうぜ。村瀬じゃねえか。やったなタボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。
入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、れがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくれ。海藤さんはここから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。よし、ダメか。よし、もう少しだ。
か。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は変えたか。ああ、今買ったところだ。そうか。じゃあすぐこっちに来い。KJアートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。急いでそっちに向かう。お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。じゃあな。どうも。エアコンが故障されたそうで、修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンでございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。
と。これは。おう、ちょう待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。ふぅ、さば、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。
電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰や私、エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぜ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと、お前ら生かして返すんやないで。
し。よし。よし。ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。